はい、こんにちは、スーです。今回は久しぶりのね、ダンジョンプレイ動画、やっていこうかなと思います。5日ぶりぐらいですかね、プレイ動画。まあ、ちょっと5日間何をしてたかってことに関しては、ちょっと後でね、話します。で、ちょっと今回ね、使っていくキャラクターなんだけど、結構意外なキャラかなと思います。これ、リーダーで使ってる人、マジで、見たことないわ、俺。はい、こちら、悪魔神バロムになります。いや、マジでかっこいい。遊戯王ではなくて、デュエルマスターズの、キャラクターですね。レアリティは星6、ダイヤ枠ですね。いや、マジでこのキャラ良くないですか？イラストが本当に好きなのよ。デュエマとかね、遊戯王でもそうなんだけど、カードゲームって結構なんか昔からあるキャラクターとかだと、性能は同じだけど、一概のね、イラストが存在したりするんですよね。で、バルムも確か、まあ2種類か3種類か分かんないですけど、結構イラストの種類があったと思うんだけど、俺はこれが一番好き。確かね、小学校3年生だか4年生だかちょっと正確な時期は忘れましたけど、まだデュエマ始めたての頃にコンビニでね、150円のパック3個ぐらい買ってバルムが当たったんですよ。それがね、めちゃくちゃ嬉しくて、もうイラストもね、めっちゃ好みだったんで、すごい使ってました。いや、マジでイラストかっこいい。デュエマのイラストなんか、すごいいいんだよね。まがまがしくて。遊戯王もね、いいんすけど、遊戯王どっちかっていうとなんかポップな絵じゃないですか。デュエマの方はなんかいかつい。マジでこのバロムのイラストは気に入ってる。で、ここまでね、ちょっとデュエマのカードの話をしてたんだけど、まあ性能ですね、肝心な。一応デュエマコラボが月曜から来るということで、金曜の時点でね、バロムには、性能の強化が入っております。じゃあちょっと順番に見ていきましょうか。まずリーダースキルね、闇属性の攻撃力が18倍。火水木光属性の HP が半減。闇の2コンボ以上でダメージを 65% 軽減、3コンボ加算と。はい、なかなかね、面白いリーダースキルで、闇属性以外の、属性持ってると HP がね、半減しちゃうんですよね。相当使いづらいと思います。軽減貼るのにも闇2コンボが必要なので、まあ今の環境ですごい活躍できるタイプのリーダーではないのかなと思います。ただまあ 65% 軽減にね3コンボ加算持ってるんで、パーティーの組み方とダンジョン次第ではまあまあそれなりに戦えるかなといった感じです。で、次に覚醒 2way3 つに 10C、スキブに指1秒分スキル封印耐性、マシンキラーが2個、9倍分ですね。さらに聴覚性はこんな感じ。今回は7コンボ強化にしてあります。はい、火力覚醒が7個もついてるんだよね。 10C7C の時点で10倍、さらに 2way3 つなので 1.5×1.5×1.5 で 3.375 倍ですね。コンボ強化の倍率回したら33倍ぐらい、さらにそこからキラー9倍が乗れば最大300倍ぐらいね、マシンタイプには火力が出ます。まあなので火力面はね相当優秀かなといった感じです。ただ、まあやっぱ 2way 主体のねキャラクターなので、2体攻撃にね覚醒枠奪われちゃって、まあそれ以外なんだろう、スキブが多いだとか耐性があるだとか、そういった面の強さはないですね。で、もう一個惜しいなと思ったのが、このキャラリーダースキルがね、闇の二分割じゃないですか。二分割させるくせに 2way 持ってるっていうね。だったらここたこ焼きの方が嬉しいよね。分割しなきゃいけないのに4化粧を強要させられるっていう、ちょっとそこは残念なポイントなのかなといった感じです。まあ、あとは、ここまでね、なんだろう、マシンタイプに対して300倍ぐらいの火力が出るんだったら、なんか副属性に闇ついててもよかったのかなとはちょっと思いました。今回ね、一応111レベルにして上限解放をつけてあるわけなんですが、多分これ上限が21億とかだと、マシンタイプはもう普通に21億で、だいぶ余分な感じで乾燥しちゃうんで、ちょっともったいないかなと思います。これだけの覚醒があるのはね。で、最後にスキル、12ターンで6解除闇ドロップ12個生成、操作時間と闇属性の攻撃力が1ターン内で3倍と。まあ、だいぶ火力によったスキルしてますね。覚醒スキル、自分のスキルともに、本当になんか火力を出すことに焦点を置いたキャラクターになってるかなと思います。まあ、そういう意味では、原作のバルムを割と再現してるのかな、なんていう気はしますね。ちなみに原作のバルムは、召喚した時に闇以外のクリーチャー全部破壊かなんかだったかな、確か。ちなみにこれスキル名がデーモンハンドなんだけど、デーモンハンドっていう呪文があるんですよね。シールドトリガーで敵クリーチャー一体破壊するやつなんだけど、デーモンハンドってバロムの手なのか？これなんか関係あんのかな？多分どっちかっていうとバロムよりデーモンハンドの方が有名っていうか使われてるような。まあちょっとね、今回はそんな思い入れのあるバロムをね、リーダーとして使っていこうかなと思います。では早速ね、パーティー紹介していきましょう。はい、今回使うパーティーこちらになります。一応今回なんだけど、ちょっとね、久しぶりに浦修羅の限界の方に、ね、行ってみようかなと思います。まあバロムがやっぱりね、マシンキラーいっぱい持ってるっていうところで、まあ浦修羅が一番マシンキラー刺さるのと、まああとは単純にリーダースペックかな。
では順番に紹介していきます。今回一応相方で合わせるのがレナード・テスタロッサ、継承はルーシーの武器です。はい、リーダースキルね、ちょっと闇の4消しになってるんですけど、まあバロムが2で持ってるんで、まあ3、4とかで今回はね消していこうかなと思います。でサブに今回ねペガサスを2体、入れてます。1体目がこれ、殺意の竜の武器ですね。で2体目が伊達政宗の武器。一応ペガサスは20ターン変身で、変身先が、6解除の闇5個生成なんで、ドロップ供給要因ですね。まあちょっとこの列が無駄にはなってしまうんですが、まあペガサス強いかなと思います。で、次にアヌビス。継承はゴアマガラの武器ですね。ドロ強と L 字と、あとはこれ。もろもろの回復ですね。で、最後にポンノ。継承はネレの武器で、今回ポンノが一応ね、この 10C、7C にたこ焼きいっぱい持ってる上に、これ。コンボドロップ生成、枝豆ですね。で、ダメージ吸収貫通。ソティスとアナザークルセイダーはこの人にね、抜いてもらおうかなと思ってます。継承のネレの武器はボス戦でね、使えたらいいなと思って持ってきました。で、最後、バラムですね。継承はレナード・テスタロッサの武器。50% 以上強化とドロ強ですね。これで一応耐性が、毒暗闇 100% のお邪魔が20。初手のスキブは17かな。バッチは今回 HP でいいかな。はい、それではね、今回こちらのパーティーを使って、裏白の限界やっていきたいと思います。久しぶりですね。行きましょう。はい、ということでやっていこうかなと思います。まず1回とりあえずもう抜いちゃってもいいのよ。あの3階層のレオニスでペガサス打てればダメージ無効貼れるんで、全然ここは抜いてもいい。どうしましょうね。まあちょっとせっかくなんで初手バロムでいきましょうか。じゃあもうバロム打っちゃいます。これでいきましょう。はい、 OK で 2way 組んでいきましょうか。これでそもそもカンストぐらいまで行ってくれるような気してるんですけどね。あー、ちょっと待ってね、これはまずいですね。どうしたらいいんだ。まあこんなもんか、こんなもんだよな。ちょっと落としにしましょうか、一応。はい、オッケー、こんな感じでどうでしょうか。2でもう1個ぐらい組みたかったけど、まあしゃあないっすね。オッケー、どうだこれで3番エンハンスですね。さあ分割量も結構いい感じ、14コンボでバロムの火力がこれで26億。まあなんで9倍キラーが入ることを考えれば、まあほぼほぼ完走はするかなと思います。はい、エンハンスがなくてもね。まあ、43だとどうだろう。ちょっと、まあ、44ぐらいで組まないときついかな。じゃ、ルシはちょっと適当に消していきましょう。まあ、5、6番面なんで、ミスることはないでしょう。はい、ということで、パズル教室が終わりました。で、あんまりね、マジで久しぶりなのよ。本当に裏マロー、裏マローも最近やってない。神秘の次元とか、気候上、まあ、神秘の次元がね、多かったんで、本当にこのダンジョン久々なんだよね。だいぶ忘れちゃってるんだけど、とりあえずペガサス打っていきましょう。ペガサス打ってあげて、まあ、ダメージ無効あるし、ずらしでいいか。こんなんでいいや。これで、どうだ？あ、なんか根性ぐらいまでいきそうだな。あ、行ってますね。ただ、発狂きますが、耐えれます。大丈夫です。そしたら、これ、ポンノとかもまあ、貯めたいんで、もうちょっと待ってもいいな。軽く待ちましょうか。もう一旦待って、もう一枚ペガサスあるんで、あ、ごめんなさい、倒しちゃいました。光消したら倒しちゃうわ。まあじゃあ、行きましょうか、このまま。そうしましたら、ルーレットをこれ書き換えましょう。レナードのスキル打ちまして書き換えますと。で、ペガサス変身しときましょうか。変身してあげて、ポンノがボスまでに溜まればいいんで、まあそうっすね、ちょっと待ってでいいか。一旦待ちぐらいで殴っていきましょう。じゃあ、ポンの変身してあげます。これで、あと25。てか、そもそもあれか、これダメージ無効入ってるからもっと待てるな。ちょっと待ちましょうか。途中でね、ソディスの階層とか、奇跡の階層で多分、遅延されるんで、少し余裕を持って貯めときたいんですよね。ちょっと貯めれるところは貯めていきましょう。よし、そしたら殴ってみましょうか。では、いきます。エンハンスなしの火力ですね。エンハンスなしの、344。はい、OK、こんな感じで。これで、どうだ、バルムの火力が、14コンボです。これでバルムが20億ぐらい。まあ、なんで、9倍キラーがあることを考えたら、まあ、マシンタイプ相手であれば、ほぼほぼ完走はするかな、といった感じです。そしたら、もうこっからはね、もうペガサスループでいきましょう。いや、マジで、あ、待って、これ、色があれだな。ちょっと足りない。4消しできないけど、4消しできないけど、抜けそうな気はするな。4消しができないと、レナード側のね、ニコンボ加算と半減が入んないんですけど、別になんか、そんなに硬かったイメージも、あ、入りましたね。まあ別に半減貼れないだけで、
バロム側の 65% 軽減を発動してるんで、まあ正直ウラシュラのダンジョンの敵の火力であれば全然受けれますね、4なくても。そしたらここも殴っていきましょう。この辺とかも闇ドロップなんか温存してもいける気、いやまあ言っときますか、言っときましょう。それはえぐい、それはえぐいだろ、目覚めすぎだろ、めちゃくちゃ降ってくるじゃん、やば。杖ないけど、杖ないけど39億ぐらいまでいってない。さあ攻撃力減少きますが、まあこれ打たなくても抜けるでしょう。ペガサス打って抜いていきましょう。いやマジでさ、これペガサス2体いてさ、アヌビスもいるわけじゃん、絶対にペガサス主体でパーティー組んだ方が強いんだけど、まあそれは1個なしですね。ちょっとそれを言ってしまうともう何も言い返せなくなるんで、それはなしでお願いします。 OK、 2way3 つです。さあいい目覚め、めっちゃ降るな目覚め、これすごい。 OK、 もちろん抜けますと。めちゃくちゃ降ってくるわ。さあ7回、レナードの目覚めバカにならんな。ワルムがあと12か。そしたらまあこの辺も殴っていきましょうか。まあ、スキルも貯めたいんで、まあ、1体ぐらい残ってくれても全然あり。むしろ残ってくれた方がこちらとしては嬉しい。抜けちゃいそうな気するな。全然抜けそう。めっちゃ闇降ってくるじゃん。オッケー、余裕で抜けました。さあそうしましたら8回。ここね、消せない状態、水かな？クラウソラスは。してくるんですけど、まあ、別に水消さなくてもいけるんで、これやめましょうか。フォアマカラの武器は温存でいきましょう。組んでいきます。で違うね、この組み方良くないね、こうだな。はい、オッケー。こんな感じで闇ドロップ若干温存気味でいきましょう。抜けるんで。あ、でそうだ、俺が動画をなかなか上げずに何をしてたかっていう話なんだけど、ですね、1週間ぐらい前かな、もうちょい前か、身内がちょっとコロナにかかりまして、俺自身は全然違うんですけど、なんかあれなんですよ、その接触した人がコロナになると、自分がコロナじゃなくても外出ができないんですよね。だから今俺外出れないんですよね。何日だったかな、ちょっと日数20日だかそんぐらい確かね、出ないでくださいみたいな感じなんですよね。でまあ今家に箱詰め状態、まあそもそも別にずっと家にいるからあんま関係ないんだけど、生活スタイルはね。そんな感じでなんか病院行ったりとかね、いろいろ手続きしたりとかしてました。はい。でまあそんなんで5日間も動画上げれないわけじゃないんで、あ、でちょっと待った、これさ76番面だからさ、バロム打っていいかな、火力見せたい、ちょっと分からせたい。これ打ちますわ、これ打ってあげて、これでいきましょう。ちょっと一発さ、42億のやつ欲しくね。キラーが乗って42は出るんだけど、表記の火力でいきたいよね。これで組んでみます。ついでに無効貫通もしとくか。では行きたいと思います。よし。あ、でそう、さっき言ったコロナの話なんだけど、別に全然身内元気なんでピンピンしてるんで大丈夫です。はい、心配ありがとうございます。心配してくれたか分からんけど、あー、いやーこれー、怪しいな。こう、いや待てよ、これどうしたらいいんだ。こういうことか、こうすればいいのか。待てよ、分からん。いや、こんなもんか。こんなもんだな。こんな感じじゃないですか。多分、2way 多めの方がいいよね。よし、これで行きましょう。こんなんでいかがでしょうか。12コンボ、いけ！よーし、42億、素晴らしい。レナード以外全員完走してたな。いい絵が撮れました。はい。ということで、俺は満足です。で、さっきの話だね。ミニチュア全然元気なんですけど、俺がね、家でずっと何をしてるか、俺が家でずっと何をしてたかっていう話なんだけど、何してたと思いますか？大体俺が動画をなかなか上げなくなって何をしてるかっていうと、一つなんですけど、ずっと家でね、アニメを見てました。はい、すいませんでした。何を見たかっていうと、メジャーっていう野球のアニメあるじゃないですか。あれを、第1シーズン、少年期から、リトル、中学軟式三船中からの青春ですよね、青春からの、最後どこだ、メジャーか行って、あとセカンドの1期2期だから合計メジャーの 1,2,3,4,5,6 シーズンとセカンドの 1,2 シーズンと、あとはまあ漫画その先見ましたけど、1期から全部見てたのよ。
そしたらね、一つにつき大体あれ25、6話あるんですよ。なんで、かける8なんで、大体200話ぐらい、200話ぐらいをね、気づいたらね、見てました。はい。それに大体あの、4日か5日ぐらいかかって、ずっと一生アニメを見てました。はい。すいませんでした。アニメ見すぎて、他のこと手につかなくなるんだよな。で、ちなみに今これはあの、ポンドの継承のスキルを貯めてます。次遅延されるんで。あのすいませんでした。もし動画を楽しみに、なんでこいつ全然動画上げねえんだと思ってた方いたら申し訳ないです。はい、アニメ見てました。ずっと言い訳のしようがないです。マジで面白かったわ。なんかメジャーの、そもそもメジャー俺見たことあるんですよ。見直してたのよ。メジャーは見たことあって、少年のやつとかに関してはマジで3週ぐらいすでにしてたんだけど、4週目ぐらいで見てましたね。で、セカンドに関してはマジで見たことなかったから新鮮な気持ちで見ました。あの、あれはもうメジャーではないですね、セカンドは。あれはラブコメですね。なんか違った。俺が思ってたメジャーではなかった。うん。ただめちゃくちゃ面白かった。ゴローの方の、普通のメジャーの方はめちゃくちゃ野球スポコンな感じなんですけど、メジャーセカンドはね、あの、女の子、ネタバレ、まあ、ネタバレってことネタバレでもないか。女の子メインなのよ。あれはもうラブなのよ。すごかった。こんなキャラが非常に多くね、登場してました。あ、これすごい火力出そうだな。じゃあそろそろ行っとくか。ポンのあと10。そろそろ突破しましょうか。よし、そしたら無効貫通していきましょう。ペガサス打ってあげて。まあ2分割できなくても別に半分ぐらいまでいけると思うし、耐えれると思うので。あ、2分割できますね。これでいきましょう。無効貫通の火力は、まあさっきね、あのペルセウス戦では見せましたけど、どうでしょうか。これでも、あ、ペガサス乾燥してますね。オッケー。このダンジョンに出てくる無効が必要な敵は全部抜けるかなと思います。じゃあこれ打ってあげて、こんな感じでいいか。正方形組んで、今回ちょっと分割できないですけど、まあ大丈夫でしょう。はい、オッケー、こんな感じで。で、次の階層が一応、吸収無効ね、来るんで、じゃあ吸収来るんで、まあ、ボンドで枝豆でいきましょう。まあだから10個。10個消しと3消しとかかな。13個ぐらいドロップが確保できればいけるかなと思います。そしたら、一旦待ちましょうかね、これ。個数的に足りないんで、これは一旦待ちましょう。てか、なんなら先にトトだけ倒しちゃえばいいか。トトだけ先に倒しちゃおう。その方が多分いいですね。はい、OK、こんな感じで。トトだけ縛いてあげて、これで目いっぱい待って、ソキス突破していきましょうか。ペガサス打っといて、OK、たこ焼きも多いですね。3、3、3。あ、ありますね。もうすでにこの時点で必要数のドロップあるので、この残りは温存でいいかなと思います。はい。こんな感じで。もう一旦待ってあげて、はい。これで突破していきましょう。ポンドの枝豆をしっかりと発動させながら、組んでいきます。はい、こんな感じでいいですかね。こんな感じでどうでしょうか。これで抜けるはず。バルマン副属性ないんで、多分抜ける。OK、6億3000万出てますね。抜けましたと。いいですね。まあ、ちょっとアナザークルセイダー怪しいな。6億3000万。これで。ミストルデイン、OK。そしたら、どうしようかな。ガムランチャーと、ゴアマガルの武器。ガムランチャー撃ってもいいような気するな。これ撃っちゃおうか。こっち撃つわ。もう覚醒無効解除いいっしょ。1枚あれば。そしたらペガサス打って削っていきましょう。こいつタイプなんだ。攻撃か。攻撃オンリー。2way。分割の方が、でも他のキャラの火力も出るし、いいかな。どうなんだろう。さあ、12コンボで。言ってもたこ焼きもね、結構入ってるね、このパーティー。まあ、これでバルムが10億ぐらい出てる。OK! 2番いけそうですね。なんかあれだな。正直このキャラクターってさ、ミストルテインってさ、ウラシュラの中で言ったら結構耐久力、ボス以外で言ったら高い方なんですけど、最近のダンジョンのね、敵の HP がいかれてるせいで、こいつがマジで雑魚に感じるわ。本当に神耐久ですね。まあ、ウラマローもそうかな、正直。今の感じだとボス以外は。割と神だな。モンポリューとか以外は。神秘の次元と気候上がいかれてんだよな。敵の耐久値が。ハングリーデイス。まあ、この辺も割合攻撃には強いんで、待っていきましょう、3ターンね。さすがに抜くのは厳しそうな気するな。あれなんですよね。リーダースキルの倍率があんま高くないんですよね。よし、OK。リーダー倍率がバルム18割のレナードが
確か15切ってるぐらいだったはずなんで、まあそうっすね、全然削れないですね。ちょっとこれは2ターン待ちます。はい、ということで攻撃6現象終わったんで抜いていきましょう。ペガサス打っていきます。これで、抜いていきましょう。正方形いこうか、せっかくなんで。何がせっかくなのか分からんけど、左3体かな、正方形持ってんのは。レナードも一応2億6000万ぐらい。まあでもペガサス2人がね、完走してるんで。さあ、15回。まあここも、2A でも向こうかのどっちでもいいか。2A で行くか、せっかくだし。せっかくなんで、2A で攻めましょう。お、いやー、これ、まあいいや、いっとこう。全部 2A にしてあげよう。はい、OK。まあ、2A。ただ、2体にしか行かないから、残りそうだな。うん、1体残りましたね。あ、だったらスキルダメだわ、これ。あ、てか、そもそももうあと1だわ。溜まってる。じゃあ、ペガサス撃ってあげて、ちょっとこれだけだと抜けるか不安なんで、これ一旦待って、ペガサス撃って突破していきましょう。OK、では抜いていきます。2でいいかな。バラムみたいなキャラクター結構好きなんだけどな。ちょっと性能が、って感じじゃない？バラム。もう一押しなんか、なんかね、まあまあ別にリーダーとして使う必要ないんだけど、サブで使うってなった際にも、すごい降ってきた。いいね、42億。素晴らしい。サブで使うってなった際にも、やっぱ 2A だよな。2A が弱いんだよな、そもそもの覚醒自体が。なんとかならんかね、これ。本当になんか、2A の犠牲者っていうんですかね。2A 主体のキャラクター、すごい不憫でかなわん。まあなんか、烈教とかはね、だいぶ、復活してきましたけど、2A はまだまだ弱い。もうちょっとなんかテコ入れがないと、覚醒を無駄に圧縮、圧迫するだけの無駄覚醒みたいなイメージがすごい。なんか、昔だったらね、結構、雷神が強かった時代とかあったじゃないですか。あの頃ってさ、結構1体だけが乾燥してれば、抜けるような敵が多かったからよかったんだけど、最近のダンジョンって、敵のね、HP とか軽減がなんかインフレしてきたせいで、一人がね、21億とか40億とか出ても抜けないじゃないですか。ってなると、やっぱりパーティー全体の火力を押し上げるっていう意味で、まあ、2A よりも列とか、たこ焼きの方が、やっぱり、合ってますよね、環境に。そこなんだよな。で、ちょっとこれで、あれだな、レナード撃っとくか。テスタロッサで目覚めかけておきましょう。落ち込んなしもあるから、多分いい感じに降ってくるんじゃないかな。抜いていきます。はい、OK。そうだよな。2A、なんか、覚醒枠3つも4つも使うくせに、自分だけが火力アップするみたいな。しかも 2A、3つ4つあるだけじゃ、結局そんな火力出ないしね。7コンボ強化とか、プラスアルファで 2A がいるから、結局なんだよな。やっぱ 2A 自体が変わらないことには、やっぱり今 2A 持ってるキャラクターは、救われないのかなっていう気はしますね。で、ちょっとこれは温存ですね、闇ドロップ。9個12個かな、93で組めるように。あー、素晴らしいですね、完璧ですね。では抜いていきましょう。いきます。これはもうペガサス打たなくていいや。追い打ちはいらないと。マジで今普通に追い打ち怖かったわ。バロンな、マシンキラー2個、まあ、マシンキラー2個もそうだな。なんかって感じだな。なんかキラーをめっちゃ持ってるんだったら副属性欲しいなーってちょっと思っちゃうな。まあなんかランダムとかでね、使うように副属性ないんだったらわかるけど、バラムに関してはもう 10C、7C とか、だからランダムで使うような感じもないじゃないですか。なんかちょっと惜しいよね。どこで使えるんだろうみたいな、ちょっと思っちゃうな。よし、こんな感じいいか。すげえ好きなんだけどね。3分まで削りまして、バラム。やっぱ 2A だな。この3つの覚醒枠だわ、本当に。2体攻撃の覚醒自体が変わらないことには、ちょっと難しいですね、いろいろと。よし、こんな感じいいかな。いいね。落ち込んなしと目覚めがいい感じに働いてるわ。さあ、11コモで。OK、いけました。いや、ペガサス強えわ。さあ、20回。これは、ゴアマガラか？これはゴアマガラだな。オッケー、じゃあゴアマガラ打ちまして、もうワンパンしていきましょう。ペガサスでいいか。ペガサス打って、抜きに行きます。昔はね、この辺とかもちょっと慎重になりながら、抜けなかったらどうしようとか思ってましたけど、絶対に抜けるからな。意味ねえわ。これで抜いていきます。
全方形組まなくてもね、ペガサス多分これで、15億か、換算しないのか。ペガサスとアヌビスの火力は大体同じぐらいですね。さあ、ボスバトル、メノは100億。100億ぐらいだったらワンパンいけるんじゃないか？バルムもなんかあと2とかなんで、これ抜きに行っちゃ、いや、ダメだ。抜きに行ったら、これ追い打ちができなくて死ぬわ。危ねえ。じゃあ、とりあえず一発削ってだな。では、一応ペガサス撃っといて、これいいよな。回復以外からの生成だから強えわ。で、あんまり殴ると、これ、ワンチャンが怖いんで、このぐらいにしとくか。絶対にこれ100億出ないでしょ。これで100億出たら、どうする？え、これで100億出たらどうする？え、出ないでしょ？大丈夫でしょ？そもそも 10C までいってないっていうね。全然だわ。全然、ひどい。10コンボまでいかないからひどい。あー、なるほど。だったら、これ、バルム撃っても抜いちゃうか。いや、ダメだ。バルムは回復を消す可能性がある。ペガサスでいいか。ペガサスで抜けるんじゃね？これ攻撃力さ、何パーカット？ 0.75 倍でしょ。抜けるわ。抜いちゃいましょう。じゃあ、抜きに行きます。これは、抜けるやつだ。こうしてあげて、こうしてあげて、こう。はい、OK。これは絶対に抜けると思う。これはいったでしょ。OK。さすがに抜いたと思われる。素晴らしい。抜けましたと。さあ、誰か来る。本当はここでバルブのスキル打ちたかったんだけど、まあ、しゃあない。お前か。お前が来たか。まあまあまあいいでしょ。半分まで削ってネルの武器でいきましょう。割合攻撃には今回のパーティー強いから。よし、そうしましたら、レナードのスキルってさ、ロック目覚めとなんだっけ？あ、二色人か。全然ありだな。まあ、とりあえず闇ドロップ多いから、ペガサスでいこうか。これ打って削っていきます。まあ、正方形にしなくてもいいか。最後だしね。バロムでいきましょう。まだ落ち込んなしなのか。はい、オッケー、こんな感じでいいか。杖3つでいきましょう。バラムに頑張ってもらおう、最後は。まあ、そこまでしなくてもね、キラー側の9倍入るんで余裕なんですけど。オッケー、半分までいきました。余裕ですね、100億。そしたら、もうこれネルの武器打って抜いちゃいますか。多分、もうこれ抜けるよね。打って、ペガサス打って、抜いていきましょう。おそらく、もう抜けるかなと思います。いやー、そうだな。バラム絶対乾燥するから。バラム絶対乾燥するから、あれだな。こっちの方がいいな。こうの方がいいな、絶対に。よし、これで抜きます。バラムは9倍キラーがあります。オッケー、抜けました。はい、ということで、マシンアテナ2パンで、裏白の限界ね、クリアでございます。いや、昔だったらね、結構なんかマシンアテナ2パンすげーってなってたけど、所詮200億を100億100億で倒しただけだもんな。割と今の環境じゃ普通だな。まあおそらくね、バラムあんまり使う機会はないのかなと思いますけど、よかったらね、ぜひ皆さんも使ってみてください。はい、ということでね、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価の方ぜひよろしくお願いします。コメントもね、残していてもらえたら嬉しいです。それではありがとうございました。お疲れ様でした。では。